こんにちは。カフェログ東京を運営している翔井です。普段は6万フォロワーほどいるインスタグラムで東京のおしゃれなカフェ情報を毎日発信しています。この YouTube ではその中でも特に人気の高いカフェを厳選して詳しく紹介しています。平日の仕事帰りにゆっくり見たり、休日のカフェ巡りで失敗しないための参考にしていただければ嬉しいです。それでは今回は絶対後悔しない東京ボタニカルカフェ5選と題しまして、植物が豊富で癒されるカフェトップ5をご紹介していきます。全部見る時間がないって方も、概要欄にカフェごとのチャプターを用意しているので、気になるカフェだけつまんでみることもできますよ。この動画を最後まで見れば、癒しカフェ選びで失敗することがなくなるので、ストレス解消できなかったという後悔をすることがなくなりますよ。はい、それでは一つ目に紹介するのは、広尾駅から徒歩1分の場所にあるボタニカルカフェといったらここと言ってもいいくらいのツリーハウスが特徴的なカフェ、レ・グランザルブルです。ちょっと覚えにくい名前ですが、レ・グランザルブルとは大きな木という意味だそうです。この日は平日のオープン直後に行ったんですけど、なんとすぐに満席になっていて、1時間半くらい待つことになりました。ただね、広尾駅の周辺にはおしゃれなカフェがたくさんあるので、電話を待ちつつ広尾駅周辺を散策したり、他のカフェを見て回ったりするのもおすすめです。行ったらすぐに入りたいって方は、平日のみ先着2組まで事前予約ができるみたいなので、予約するのもおすすめです。1階にはフルールユニベセールという花屋が併設されていて、こちらもおとぎ話の世界のような空間でめちゃくちゃおしゃれですよね。カフェスペースは3階と4階にあるのですが、2階からは外から見えるツリーハウスに入ることもできます。外のツリーハウスの横にあるはしごからも登って OK なんですけど、結構急勾配で狭いはしごなので、大人が登るのはちょっときついかなと思います。ちなみにここで飲食はできませんが、カフェやお花屋さんの利用者であれば自由に出入りできて、写真の撮影も自由なので、ぜひね、カフェに来た際はここで写真を撮ってみてください。3階からは木のぬくもりが全体を包むカフェスペースになっていて、疑似的なツリーハウス感が味わえます。窓から外の木を眺めることもできて、空調の効いた店内で森林浴気分を味わいながらリフレッシュできる最高の空間です。僕は今回4階にあたるテラス席を利用しました。天気がいい日のテラス席はめちゃくちゃ気持ちいいので超おすすめです。広尾って都会のど真ん中ではあるんですけど、こんな感じで緑にあふれるボタニカル感がすごいので、まるで山の中のレストランに来たかのような気分にもなれちゃいます。雨の日はテラス席はクローズしてるらしいので、テラスを利用したい方は天気がいい日を狙うのがおすすめです。外観とか内装だけでなく、フードメニューもボタニカルでヘルシーなものばかりなのが嬉しいポイントです。今回僕はランチで一番人気のおまかせヘルシーデリプレートというセットを注文しました。11月の初旬に行ったのですが、まだそこまで寒くなかったし、天気がいい日だったので最高のロケーションでした。木漏れ日の中で食べるボタニカル料理最高ですよね。厚焼きパンケーキとかのスイーツもあるので、そちらもおすすめです。都会にいながら癒されたいって方は、ここに来て心も体もリフレッシュしてみてください。はい、続いて紹介するのは門前仲町駅から徒歩5分ほどの場所にあるボタニカルカフェソラヤというカフェです。ここにはカフェだけでなく、デザイナーの工房や観葉植物のショップも併設されていて、おしゃれな空間とボタニカルな雰囲気を楽しめるカフェになっています。こんな感じでお店の入り口にもたくさんの植物があって、素敵なテラス席もあります。店内もセンスのあるおしゃれな内装になっていて、僕にとってはもうドストライクな見た目のカフェでした。外だけでなく店内にもたくさんの植物があったり、ツリーハウスのようなロフト席もあったりして、マイナスイオン全開の空間になっています。天井は 5.3 メートルもあるらしくて超開放的でした。各席の近くにもたくさんの植物があったり、女子会とかママ会でも使えそうな秘密基地のようなロフト席もあったりするので、予約してみるのもおすすめです。椅子とかもカラフルで可愛いし、むき出しのコンクリートの壁とかおしゃれな電球とか、めちゃくちゃハイセンスなカフェですよね。
複数人で座れるフラットなソファー席とかもあるので子供連れでも利用しやすいですし、雑誌とかも置いてあるので一人利用にも最適です。ちなみに植物には注意回復理論といって、見るだけで緊張が和らいで集中力が上がるという効果もあるので、植物が多いカフェで作業や読書をするのはおすすめです。冒頭でも紹介したように、ここはデザイナーの工房に併設されているカフェなので、めちゃくちゃおしゃれなカフェなのですが、地域の食堂を目指しているという側面もあって、敷居の高さがないところも魅力だと思います。僕は今回いちごのミルフィーユを注文しました。サクサクの生地と程よい甘さのクリームに甘酸っぱいいちごのマリアージュが絶品でしたね。動画を撮りながら食べようとしたんですが、なかなか食べれないほど生地がサクサクしていましたね。一旦動画を止めて食べましたが、最高に美味しかったです。その他フードメニューも充実しているのでおすすめです。カフェタイムを楽しんだら帰りに食感用植物を買って帰ると最高の休日になると思いますよ。続いて紹介するのは、上野駅から徒歩5分ほどの場所にある隠れ家的ボタニカルカフェルートブックスというカフェです。上野公園とかアメ横とかがある繁華街とは逆側の住宅街の中にあるカフェなんですけど、こんな感じでね、店舗の外にもたくさんの植物があるのですぐにわかると思います。カフェの他にも観葉植物とかドライフラワーが販売されていたり、本とか雑貨とか、あと個展などを開催できるレンタルスペースもある複合施設になっています。カフェの向かいには雰囲気抜群の観葉植物コーナーもあるので、お家に置く観葉植物欲しいなって方はカフェに来るついでに見てみるのもおすすめです。入り口からしてボタニカルな雰囲気が伝わってくるかと思いますが、僕が行った時は守る店という個展もやっていたりしたので、カフェのついでに見てみるのもいいですよね。この複合施設は古いメッキ工場をリノベして作られたそうで、前回の動画で紹介した清澄白河の深田総カフェと同じ建築事務所のゆくいどが手掛けたカフェでもあります。カフェに詳しくなると、どことどこが系列なんだとか、この家具屋さんはおしゃれなカフェでよく使われているよねとかが分かってくるので、それも面白いですよね。雑多に置かれているように見える植物もちゃんと値札ついていて購入することもできます。廃材を使った雰囲気抜群の場所で、こういう雰囲気は僕の中でちょうどストライクです。こちらは1階のカフェの中になります。セレクトされた本とか、ちょっとした軽食とか、あとはレザースリーブとかの雑貨なども販売されています。1階の席数はそこまで多くないんですけど、ゆったりとした感覚で席が配置されていて、くつろぐにはもってこいだと思います。一つ注意点としては、ここに置いてある本は購入済みの本しか読むことができないみたいです。巨大なサボテンとか亜熱帯にありそうな珍しい植物も多くて、アンティークな家具が超おしゃれですよね。僕は今回ホットコーヒーのみ注文したんですけど、ここ最近行ったカフェで一番好みの味でめちゃくちゃ美味しかったです。他にもピアノが置いてあったりとか、ちょっとした椅子も所々にあるので、この空間にいるだけでも癒されること間違いなしです。ちなみに2階にも客席があって自由に利用することができます。はい、こんな感じでね、レトロな書斎みたいなテーブルがあったりして、この雰囲気がたまんないんですよね。2階にも植物とかあったりして、あとはろくろを回すスペースもあったりとかして、クリエイティブな空間って感じがしますよね。あと実際に使われてるのかわからないですけど、キッチンみたいなスペースとか、ゆったりできるソファー席とかもあります。こういうね、アンティークな雑貨とかもあるので、こういう雰囲気のある雑貨を家に置きたいなって方にもおすすめです。上野の住宅街にある知る人ぞ知るおしゃれカフェなので、植物とかこういう雰囲気が好きな友人とかと休日に癒されに来てみてください。はい、続いて紹介するのは、古着の街としても知られる高円寺駅から徒歩5分ほどの場所にある読書カフェ R ザ読書館です。アーケード街からちょっと路地裏に入った場所にあるカフェなんですけど、めちゃくちゃ静かなカフェで、都会にいることを忘れさせてくれるオアシス的なカフェになります。こんな感じでね、
ここにカフェがあると知らないと気づかないような隠れ家的なカフェで、異空間につながっているような入り口が素敵ですよね。階段を上るとアパートの扉のような鉄壁があって、最初はねちょっと入りにくいなとか思うかもですが、入っちゃうとあとは自分の世界に入り込めるので、勇気を出して入ってみてください。こんな感じで店内には植物も豊富にあって、各席それぞれに異なったユニークな仕掛けがあるのが特徴です。あとこのカフェの最大の特徴としては、私語厳禁で基本的には会話は NG になっています。ただそのおかげでめちゃくちゃ静かで、緩やかな BGM と水槽の水の音だけが聞こえる静寂のカフェになっています。こちらがメニュー表になるんですけど、店員さんもほとんど声を出さないので、初めて来る方だとどこにメニュー表があるかわからなくなったりするんですよね。でもそういったとこも含めてユニークなカフェで、いろんな仕掛けがあります。ここの席はゴリラに関する本とかちっちゃい水槽とかがあって、結構好きな席です。こんな感じでね、ピチピチ動くあの魚とかもいて、ただこれを眺めてるだけでも楽しいですよね。あとはこういう引き出しの中にも雑多な小物とか落書き帳とかが入っていて、自由に読んだり書いたりすることができます。ただの落書きも多いですが、人生に関する悩みとか出来事とか、あの赤裸々に書かれてあったりして、普通の本以上の読み応えがあったりします。ここの引き出しにはジオラマもあったりしてね、ロマンチックな席ですよね。他にも引き出しごとに面白いものがたくさんあるので、それを見るだけでも時間が潰せるくらい充実しています。今回僕はアップルティーを注文したのですが、カップとかもおしゃれで優雅な気分になれますよね。ちなみにパソコンとかも利用可能ですが、キーボードを叩く音とかは十分に配慮して利用するようにしましょう。僕が行った時は結構空いてたので、席を移動して何席か座ってみました。ここの席は一番おこもり感が強い席で、ぬいぐるみとかコンセントとかもあって落ち着ける席でした。あと小さな鉱石博物館という引き出しもあるのが特徴で、僕も小さい頃に学習机のちっちゃい引き出しに綺麗な石をたくさん入れてたのを思い出しました。あともう一つだけ紹介したい席が、お店の中央にある巨大な水槽が置いてある席です。綺麗な水槽の中を可愛い魚が泳いでいるのを見ているだけで癒されること間違いなしです。ここのカフェは僕も数年前から利用しているのですが、現実逃避したい時とか、一人時間をゆっくり確保したい時とか、悩み事がある時とか、そういう時に来るとすっと頭が晴れた気持ちになるカフェなので、ぜひ利用してみてください。ちなみに今回は紹介できなかったのですが、上の階にはエセルの中庭というカフェもあって、そこなら会話も OK なので、友達と来る際は上の階のカフェの利用がおすすめです。はい、では最後の紹介するボタニカルカフェは、乃木坂駅から徒歩4分の場所にある都会のど真ん中なのに超開放的なロースタリーカフェ、リトルダーリンコーヒーロースターズです。2018年にできたシェアグリーンという複合施設の中にあるカフェで、カフェの他にも公園だったりお花屋さんだったりがある、休日に絶対行ってほしいカフェになります。周りを見渡すと都会的なタワーマンションとかがたくさんあるのですが、めちゃくちゃ緑も多い場所で、このギャップというか対比がいい感じですよね。こんな感じで施設内に入ると子供が遊べるプレイグラウンドだったり、ピンクの外観が可愛いロースタリーカフェだったりがあるリゾート地のような場所が広がっています。まるで海外に来たかのような開放的な場所ですよね。ペット連れも OK ですし、駐車場もあるので家族で休日に来るっていうのもおすすめです。とにかくここも植物が豊富で、緑にあふれるテラス席なんかもあって、緑に癒されたいって時なんかには最適だと思います。あとこういうね、海外にありそうなでかい文字とかもあって、異国気分を味わえるのも最高です。インスタ映えしそうなピンクの椅子とかもあって、友達とか恋人と写真撮影したりするのとかも楽しそうですよね。他にもね、敷地が広くて緑がたくさんあるので、一日いられるような空間になっています。子供が喜びそうなカラフルなお菓子を販売している車とかもあったり、お花とかドライフラワーとか結構大きな観葉植物とかもたくさん販売されているので、最高の休日を過ごせる場所だと思います。
これだけたくさんあると何かしら買って帰りたくなりますよね。メインのカフェスペースも広々としていて、世界トップレベルのバリスタの方がコーヒー豆の産地から季節ごとに豆を選んで仕入れているそうで、本格的なスペシャリティコーヒーを飲めるのもポイントです。倉庫をリノベしたインダストリアルな作りですが、店内にもたくさんの植物があって癒されること間違いなしです。こんな感じでね、机も広々としてハンバーガーとかホットドッグとかアメリカンなフードメニューも多いので、みんなでワイワイやるのも楽しそうですよね。こういう大きなロースタリーとかもあって、それを見てるだけでも楽しいですよね。ちなみにキャッシュレス決済を取り入れているので現金が使えませんので、そこだけ気をつけてください。僕は今回アイスのカフェラテを注文したのですが、しっかりとしたエスプレッソが効いていて超美味しかったです。テーブルも広いので作業カフェとしてもおすすめでして、僕は結構長時間いました。疲れたら外の空気も吸ったりできる最高の場所だと思うので、一人でも一日中居やすいカフェです。もちろんね、友達とか恋人とか家族とでも楽しめる場所なので、ぜひね、一度は利用してみてください。はい、ということで東京のボタニカルカフェ5000を紹介しました。都会にいると植物が恋しくなることも多いと思うので、ぜひ今回紹介したカフェを利用してみてください。本日紹介したカフェは概要欄に詳しい店舗情報を載せているので、チェックしてぜひ行ってみてください。この他にもこんなおしゃれな癒しカフェ知ってるよとかありましたら、コメント欄に書き込んで教えていただけると嬉しいです。インスタやツイッター、TikTok でも東京のカフェ情報を毎日発信しているので、そちらも概要欄に載せておきます。YouTube ではこれからも東京の厳選したおしゃれカフェを紹介していきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。カフェログ東京の翔井でした。バイバーイ。